クアンガイ陸軍中学所在地クアンガイ陸軍中学はベトナム独立戦争中の1946年6月1日にベトナムクアンガイ省クアンガイにグエンソン将軍を校長とし第5戦区上級軍次官部ドアンクエを政治委員として設立されたベトナム発の本格的な陸軍主幹学校である近代戦の知識と技術を持つ中上級幹部の不在に苦しんでいた 守る国軍の保安番隊総参謀長が戦争の長期化を予想して、それまでの短期教育では不十分と考えて設立を計画したものとされている。また、戦死した側少将佐の意思に沿って中原光信将尉が、グが具ソン将軍に進言し、保安番隊参謀総長に要請したともされている。同時期に、村隊にもチャンクウォックとアンブビ学校も設立された。 クアンガイ陸軍中学の生徒は、部隊、または共産党支部の推薦を受けた、中学校卒業、または実践経験のあるもので、入学試験に合格した10代後半から20代前半の約400人の男子であった。生徒は4つの大隊に分かれ、各大隊には、指導教官1名、助教官1名、通訳1から2名が配属された。教官は、教練を担当。 副教官は、指導内容の実演や、戦場生活に必要な雑知識の伝授を担当した。教官、助教官と医務官は、全員急に本陸軍将校、歌手官で構成された。第1代隊教官、谷本菊夫将尉副教官、青山博士軍曹、第2代隊教官、中原光信将尉副教官大制帽第3、代隊教官、碇和正中尉副教官、 八木沼都市電レ上等兵第四大隊教官、鴨徳特中注意副教官、ミ岸忠シ兵長医務官、坂井秀夫上等兵区案外には、石井拓夫少佐によって、民兵出身の小中隊長級指揮官に再訓練を施す、区案外軍政学校も設立されている。トゥイホア付近の南村村にも区案外陸軍中学を模倣して、石井拓夫少佐を中心とした。 日本人教官によって、トゥイホアリック軍中学が設立されている。伊川和久の文献で確定には至っていないとしている。